アメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップもいよいよメインレースを迎えました。世界中から集まった砂の強豪が最強の座を求めて戦います。さあ今年のクライマックスブリーダーズカップクラシック間もなく発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争いシティオブトロン前に行きそうです。ネクストそれに続いています。さらにはミレニーズ1番フォーエバーヤング、その後ろ先手を取ったのはシティオブトロイ、外にはアーサーズライドフィアースネス、それに続きます。内からはハイランドフォールミックスと、この馬もこのグループ、その外にニューゲート、すぐ隣にシエラレオーネ、その後ろからはタフットトライス、内を通ってセニョールバスカド、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。外を通ってデルマ外掛け、最後方にウシュバテソーロ、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。もう一度先頭から12番アーサーズライド、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがネクストフォーエバーヤング、それに続いています。その後ろにシティオブトロイ、その外からシエラレオーネ、前はアーサーズライド、2番手はネクストフォーエバーヤング、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。アーサーズライド先頭フォーエバーヤング続いています。離れてネクスト、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 フォーエバーヤング先頭だ。タフットトライス詰められるか、フォーエバーヤング先頭、フォーエバーヤングゴールイン、2着にはどうやらタフットトライス、勝ったのはフォーエバーヤング、このレースを制したのはフォーエバーヤング。スタートしました。好スタートを決めたのはアーサーズライドフィアースネス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくシティオブトロイ行きました。続いて前へ行くのはアーサーズライド、さらにはフィアースネス、1番フォーエバーヤング、その後ろフィアースネス先手を取りました。少し離れてネクスト続いています。その後ろにイレニーズ、ここにつけたのがハイランドフォール、赤の帽子ミックスと、その後ろ外を通ってシエラレオーネ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、並んで13番ニューゲート、内を通ってセニョールバスカド、デルマ外掛け、すぐ後ろその後ろにウシュバテソーロ、最後方にタフットトライス、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。さて先頭に戻りましょう。9番フィアースネス依然として先頭に立っています。さあ先頭はまだ9番フィアースネス、アーサーズライドいい足で伸びてきた、間を挟んでシティオブトロイ3番手、後続も追い上げていきます。フィアースネス先頭、間が空いてシティオブトロイ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 シティオブトロイ追い上げてきた、シティオブトロイ抜けた、差が開いていきます。シティオブトロイ1着、2着にはどうやらハイランドホール、勝ったのはシティオブトロイ、このレースを制したのはシティオブトロイ。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフォーエバーヤング、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフォーエバーヤング花に立ちます。その後ろからはネクスト、この馬も上がっていく構えです。さらにはアーサーズライド、3番シティオブトロイ、その後ろフォーエバーヤング先手を取りました。少し離れてイレニーズ続いています。外を通ってニューゲート、並んで9番フィアースネス、ハイランドフォール、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ミックスとその前に進出、これに続いてシエラレオーネ、内からはウシュバテソーロ、外にはデルマ外掛け、その後ろにセニョールバスカド、しんがりからタフットトライス、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。各馬砂煙の中をかけていきます。では前の方から見てみましょう。前はフォーエバーヤング、外を通ってアーサーズライド、間を挟んでミックスと、3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はアーサーズライド、離れてネクスト、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったフォーエバーヤング、残り 200m を通過してフィアースネス、差はほとんどない、フィアースネス抜き去った、フィアースネス、フィアースネス1着、2着にはどうやらシティオブトロイ、フィアースネス見事このレースを制しました。スタートしました。ハイランドフォール好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してハイランドフォール、
鼻に立ちます。その後ろからはニューゲート、この馬も上がっていく構えです。さらにはアーサーズライド14番ネクスト、その後ろ先手を取ったのはハイランドフォール、フォーエバーヤング、それに続きます。すぐ後ろにシティオブトロイ、この位置にミックスト、その外からシエラレオーネ、内を通ってイレニーズ、その外にタピットトライス。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。内からはデルマ外掛け、セニョールバスカド、その内に続いています。外を通ってフィアースネス、最後方にウシュバテソーロ、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。依然として2番ハイランドフォール、この馬がペースを作っています。2馬身から3馬身のリード。さあ先頭はまだ2番ハイランドフォール、ハイランドフォール、さらにリードを広げました。アーサーズライド、これはいい手応えだ。シティオブトロ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭にハイランドフォール、200を切ったシティオブトロイ、ここで先頭に躍り出たフィアースネス、食い下がるシティオブトロイ、1着シティオブトロイ、フィアースネス2着に入ったか、3着にタフットトライス、シティオブトロイ、見事このレースを制しました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か、イレニーズ前に行きそうです。アーサーズライド、それに続いていますウシュバテソーロ、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアーサーズライド、内からはフォーエバーヤング、その後ろにシティオブトロイ、外を通ってネクスト、これに続くのがフィアースネス、ハイランドフォール、そのうちに続いています。その隣にイレニーズ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、セニョールバスカド、すぐ後ろ、その外からミックスと並んで11番シエラレオーネ、緑の帽子タピットトライス、その後ろ内からウシュバテソーロ、その外にニューゲート、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。最後方にデルマ外掛け、各馬砂煙を上げてかけていきます。では前の方から見てみましょう。1番フォーエバーヤング、一気に先頭に立ちました。さあ先頭は依然として1番フォーエバーヤング、ここで先頭が入れ替わりました。アーサーズライド、フォーエバーヤング、2番手に控えました。間を挟んでシエラレオーネ3番手、ここで先頭に立ったフォーエバーヤング、200を切った2番手はシエラレオーネ、一気に足を伸ばすシエラレオーネ、抜き去ったシエラレオーネ、1着シエラレオーネ、フォーエバーヤング2着に入ったかシエラレオーネ、見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはネクスト、ハイランドフォール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してネクスト、鼻に立ちます。その後ろからはハイランドフォール、この馬も上がっていく構えです。さらにはフォーエバーヤング、9番フィアースネス、その後ろハイランドフォール、先手を取りました。その後ろからはアーサーズライド、ここにシティオブトロイ、シエラレオーネ、それに続きます。ここにつけたのがニューゲート、内からはミックスト、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外にデルマ外掛け、その後ろにイレニーズ、内からセニョールバスカド、外にはタピットトライス、しんがりからウシュバテソーロ、各馬砂煙を上げてかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前の方からもう一度2番ハイランドフォール、依然として先頭に立っています。この辺りで先頭が変わりました。フォーエバーヤング、ハイランドフォール、ほとんど差がありません。間を挟んでシエラレオーネ3番手、後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭に立つのはフォーエバーヤング、あと 200m、 後続馬も足を伸ばしてきました。後方から一気にウシュバテソーロ、フォーエバーヤング、ボーリン、2着にはどうやらウシュバテソーロ、勝ったのはフォーエバーヤング、このレースを制したのはフォーエバーヤング。スタートしました。好スタートを決めたのはアーサーズライド、シティオブトロイ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくシティオブトロイ行きました。続いて前へ行くのはアーサーズライド、さらにはフォーエバーヤング、14番ネクスト、その後ろ先手を取ったのはシティオブトロイ、間が空いてフィアースネス、ここにつけたのがシエラレオーネ、ミックスと上がっていきました。ニューゲート、その前に進出、内を通ってハイランドフォール、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、イレニーズ上がっていきました。
その外にデルマ外掛け、この位置にセニョールバスカド、外にはダビッドプライス、しんがりからウシュバテソーロ、各馬砂煙の中をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭に戻りましょう。依然として3番シティオブトロイ、この馬がペースを作っています。さあ先頭はまだ3番シティオブトロイ、まだ粘っています。外を通ってアーサーズライド、間を挟んでシエラレオン、3番手後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 一気に捉えるかシエラレオーネ、シエラレオーネ抜け出す、2番手はデルマ外掛け、シエラレオーネゴールイン、2着にはどうやらデルマ外掛け、シエラレオーネ見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはネクストシティオブトロイ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシティオブトロイ鼻に立ちます。その後ろからはハイランドフォール、この馬も上がっていく構えです。さらにはアーサーズライド、14番ネクスト、その後ろアーサーズライド先手を取りました。少し開いてミレニーズ、ここにつけたのがフォーエバーヤング、外を通ってフィアースネス、その後ろにミックスト、その外にシエラレオーネ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。青の帽子セニョールバスカド、その後ろデルマ外掛け、すぐ後ろ並んで7番ウシュバテソーロ、その外からニューゲート、最後方にタフィットトライス、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。各馬砂煙を上げてかけていきます。それでは先頭から前はアーサーズライド、外を通ってネクスト、間を挟んでアイランドフォー、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。アーサーズライド先頭、離れてネクスト、内からはアイランドフォー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 アイランドフォール、ここで先頭に躍り出たフィアースネス、食らいつく、先頭はアイランドフォールフィアースネス、わずかにわずかにアイランドフォール混戦を制しました。スタートしました。ネクスト、これはいいスタートを切りました。ミレニーズ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくシティオブトロイ行きました。続いて前へ行くのはミレニーズ、さらにはミックスト、2番ハイランドフォール、その後ろ先手を取ったのはミレニーズ、その隣にアーサーズライド、ピンクの帽子ネクスト、その後ろフォーエバーヤング、それに続きます。その後ろにフィアースネス、これに続くのがニューゲート、シエラレオーネ、この馬もこのグループ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。この集団にタフィットトライス、内を通ってセニョールバスカド、その横にデルマ外掛け、最後方にウシュバテソーロ、各馬砂煙の中をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。さて先頭に戻りましょう。12番アーサーズライド、一気に先頭に立ちました。さあ先頭は依然として12番アーサーズライド、外を通ってネクスト、間を挟んでシティオブトロイ、3番手、後続集団の追い上げにかかります。アーサーズライド、このまま行けるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シティオブトロイ、ここで先頭に躍り出た。残り 200m、 シティオブトロイ残れるか、一気にウシュバテソーロ、ウシュバテソーロ、ウシュバテソーロ、1着、2着はシティオブトロイ、3着はフォーエバーヤング、勝ったのはウシュバテソーロ、このレースを制したのはウシュバテソーロ。